ムースのリングネームで知られるクイーン王人仲はアメリカ合衆国の男性プロレスラー。メリーランド州、シーブリュック出身。インパクトレスリング所属。元アメリカンフットボール選手で NFL の4チームでプレーした。ポジションはオフェンシブタックル、ガード。デマッサカトリック高校、シラキュース大学でプレーした。2006年には全11試合に先発出場。 ラスベガスオールアメリカンクラシックにも出場した。2006年の NFL ドラフト個人全体139位でアトランタファルコンズに指名され入団した。1年目の2006年はスペシャルチームで11試合に出場した。タンパベバッカニアーズ戦でウェイン・ガンディが負傷したためオフェンスラインとして交代出場した。2年目の2007年は7試合でレフトタックルとして 先発11試合に出場した。2008年は8試合、2009年は9試合に出場。この年、ハーベイ・ドールが負傷したため、右ガードで先発出場した。2010年8月23日、ニューイングランドペトリオッツに翌年のドラフト7順と交換でトレードされた。第1週は出場停止処分を受け、続く2試合もインアクティブとされ、 試合に出場することはなく、9月30日に解雇された。10月7日にペイトリオッツと再契約を結び、この年8試合で控え選手として出場した。2011年8月6日、セントルイスラムズと契約したが、9月3日に解雇、10月5日にインディアナポリスコルツと契約を結んだ。2012年3月22日にラムズと契約したが、 9月2日に解雇された。しかし、スコット・ウェルズが負傷し、ロバート・ターナーが左ガードからセンターにコンバートされたラムズと契約を結び、5試合に先発したが、ラムズがシカゴ・ベアーズでプレーしたクリス・ウィリアムズと契約を結ぶため、10月22日に解雇された。プロレスラーとなる前から彼はムースとあだ名されていた。その後、 バッファロービルズと契約する話もあったが断り、プロレスラーを目指した。2012年より、プロレスラーになることを決めて、トレーニングを開始し、カーティス・ヒューズを支持するようになる。2014年5月2日、フルインパクトプロとワールドレスリングネットワークが、共催するエスタブリッシュドミナンス2014の、ダークマッチに出場し、SCW フロリダヘビー級王座を保持する。 ハーキュリーズ・ゴメスと対戦し勝利。同王座に退官を果たしたが、翌3日にアイビリーブインレスリングが主催するビリーブ6 9にて、リッド・ギディンスを相手に迎えた防衛戦に敗戦し、わずか1日で王座から陥落した。6月24日、ローと契約を交わし、同団体の所属選手と活動を開始。2015年6月14日、シャーロットを拠点に置く。 プレミアレスリングエクスペリエンスが主催するヒーローズ、ヴィランズに参戦。PWX イノベーティブ TV 王座を保持するビリーブラッシュと対戦。この試合に勝利を収め、同王座を獲得した。2016年7月に、同王退団し、丁寧に移籍した。ありがとうございます。